せつまかんにゃなみたしんぎょうかんじざよさぎょうじがんにゃなみたじしょうけんごうんかいくどういっさいくやくしゃりししきふいくくふいしきしきそくぜくくそくぜしきじゅうそうぎょうしき逆部にゃぜしゃりしぜしょうくそうしょうめつくふちょうそうげんぜこくじゅむしきむじゅうそうぎょうしきむげんにびぜしんにむしきしょうこうみそくおむげんかいないし無意識外無無明役無無明人内し無老し役無老し人無苦十滅の無知役無得意無所得公菩提薩多恵般若波多語しむけげむけげこむくおんりいっさい天道無足行ねあんさんぜしょうぶぜあんにゃあらみたごとくあのくたら三脈三宝大高知あんにゃあらみたぜ大人修ぜ大名修ぜ無常修ぜ無等道修の上一切空真実高校説あんにゃあらみた修足ぜ修圧ギャテギャテあらギャテあらそぎゃてぼじそわかはんやしんよー2016年3月30日3月は明日で終わりですね。そろそろ庭の花も咲き始め心楽しい季節となってきたように思います。やはり春というのは花がたくさん咲くからいいですね。まあ、花の中には特に香りのいい花なんかもありますしね。あ、ゆきさんどうもこんばんは。ごめんなさいね、私あの松子の水とか茶柱寝てる茶とか入れちゃってなんとなく階段の雰囲気が出るかななんてアホなことを考えてしまいました。申し訳ないです。さてそれではですね、こちらおっとなんかどうしたんでしょう。パソコンの電源が落ちてしまいました。恐ろしい。何かゆきさんが来たから落ちたんでしょうか。ドキドキ。楽しかったですよ。よかった。あのシャレが分かる人ばっかりじゃないので、やはり気をつけなきゃいけないなってちょっと思いました。どうしてしまったんでしょう。そのうち復活するかな。いやいや、そうですね、私の伝える力が、ちょっといまいちなもんですからね、そういうこともねあるかなと。いかんですね。どうしちゃったんでしょう。これかちゃうわな。突然モニターが落ちましたね。嫌だな。ガタガタ言ってすいません。まあ、ぼちぼち始めていきます。それではね、空海即身成仏儀、ということで何回目でしょうね。まあ、やっていきます。あ、いえいえ、ゆきさんはいつもあの皆さんを楽しませてくださって、朝から怪談というそこだけですでにあのツッコミどころが満載で面白いですよね。それでは参りますか。手本は竹馬書房弘法大師空海全集第2巻松本祥慶先生の訳中でございます。なんかゴーゴー音がしてますけど気にしないでください。それから戸賀野祥雲先生の現代語の即身成仏儀、それから小田次秀先生の実感上考説の中の即身成仏儀考説、それから中川善教先生の漢和対照実感上、それから金岡周遊先生の現代語の促進、現代語訳、促進成仏儀、こちらを参照にしてまいります。どうしたんだろう、何がいけないんだろう。ちょっとお待ちになってください。
時期に入りそうな予感が。それでは参ります。4節目、シシュマンダ角振り、ここから参ります。お、立ち上がったぞ。シシュマンダ角振りとは、大日経にとかく一切如来に三種の秘密心なり、いわく自因行像なりと。自とは法曼陀羅なり、因とはいわく種々の表示、すなわち三摩耶曼陀羅なり、行とは総合具足の心、すなわち大曼陀羅なり。この三人の三種の心に各々異義事業を具す、これを勝間曼陀羅と名付く。これ四種曼陀羅なり。現代語訳、四種類の曼陀羅、それぞれは真実相を表して、そのままに離れることがないという第二句を解釈しよう。そうですね、今ですね、結局ここの詩を、ここのポエムの解説をしているということなので、その元々のポエムのところもう一回読みます。六代無下にして常に湯がなり、シシュマンダ、おのおの離れず、三密家事すれば即室に現る、重々体毛なるを即身と名付く、法然にサハンニャを具足して、真珠真能切人に過ぎたり、おのおの五地無彩地を具す、遠距離のゆえに実覚地なり。これが即身成仏の芸というものなんですけどね。ここの2句目、シシュマンダ角振り、ここの説明でございます。大日経本尊三枚本に説いている、この本っていう品物の品というふうに書きますが、この本っていうのはいわゆるチャプター章のことですね。本尊三枚本に説いている、すべての如来に三種類の秘密心、秘密の身体がある。自と因と行像とであると。自とは字、文字の字ですが、法曼陀羅のことである。因とはさまざまな表示、すなわち象徴、すなわち三摩耶曼陀羅である。行像とは、すなわち形を備えている身体、すなわち大曼陀羅である。この三種類の身体に佇まい、働きが備わっている。これを勝間曼陀羅と名付ける。以上の4つが4種類の曼陀羅である。それでは、小田先生の本、しおりがどっか行っちまいましたね。ここかな。以下は壮大シシュマンダラを説くところの下樹第2句の釈断であるが、この章は大日経第6本尊三枚本大正造経18巻44ページ上段に明かす三種秘密心を説く文を主意して引用し、この文がシシュマンダラを明かすことを酵素自ら釈している。酵素、ここから解説です。第、三摩耶、法、勝間の4種類の曼陀羅は諸法の壮大姿ですね、壮大を示すものであるが、そのいちいちの妙義についてはすでに呪文を示したところで説明をしているから、今は省略をする。酵素は、弘法大師は大日経と金剛長経とから正門を引いてシシュマンダラを説明し、その不利有足、離れないで融合しているということを明らかにせられた。その中で今は大日経の文の引用であるが、
経文は三樹の秘密心にそれぞれ二種あることを明かしている。すなわち秘密主よ、諸尊に三樹の心あり、いわゆる字と印と行像となり、かの字に二種あり、いわく声とおよび菩提心となり、印に印ムドラですね、印に二種あり、いわゆる右行と無行となり、本尊の心にまた二種あり、いわゆる清浄と清らかですね、非清浄となりと説く。この経文の意は次のごとくである。諸尊に、もろもろの尊にですね、仏様に字と印と行像との三種類の身体がある。文字を体とする中にまた二種ある。音情を環境とする、環は観察の環、境は境という字ですね、環境とする行者のためには、霊卓等の声のごとき美しい音情となって現れ、よく鈴を振るがす、振らす、あれ鈴を転がすでしたっけ、ような声なんていう感じのね、言い方ありますけど、女性の声の綺麗な人なんか本当羨ましいですよね。ただね、なんか私ね、全然関係ないんですけど、前にその先生で非常に綺麗なね、声の女性の先生がいらしたんですけどね、あまりにも綺麗すぎてね、こう本当になんか鳥がさえずってるように聞こえるんですよ。であまりにも綺麗でね、眠くなるっていうか、もう頭に入ってこないんですよね、言葉として。何を言ってるかは本当に分からなくて大変でしたね。だから声が綺麗すぎるっていうのもある意味難しいのかなと、おっとなんか落ちたし、思う時があるんでございますね。はい、ゴータマさんこんばんは。ただいま促進成仏儀を読んでおります。さてそれでですね、色相を環境とする、恋だと思います。こんばんは恋なんですかやばい。はい、お布施ありがとうございます。ですね続き、色相を、色相、要するに姿形を環境とする行者のためには、ガチリの中の主事真言、すなわち菩提心の体となって現れる。次に陰に、陰管の陰ですが、ムドラ、手で組む陰ですね、に、また右行と無行、形のあるものと形のないものとの 2種類がある。初心の行者の環境には彩画した、彩りによって、書かれた右行の形のある印となって現れると。イダツの行者の環境には身内無双の印象となって現れる。姿がなくても見えると、心の目で見たのじゃみたいな、古いな。次に行像を体とするのにまた2種ある。初心の行者に対しては無双非症状の行像を示し、イラツの行者に対しては無双症状のものとなって現れる。なるほど。このように行者の官業に従って、諸尊の体は種々異なった現れ方をするも、要するに諸尊の体には字と印と行像との三種の秘密心があるから、酵素は経文を要約して上記の引用文とせられたのである。人は仏になれるでしょうか、ゴータマさん。今まさにそのですね、成仏論を読んでいます。はい、続き、このように行者の環境に従って、環境に従って諸尊の体は種々異なった現れ方をするも、要するに諸尊の体には字と印と行像との三種の秘密心があるから、酵素は経文を要約して上記の引用文とせられたのである。ここに字、文字ですね、字というは大日経に説く五十字文と、五十字文って日本語のあいうえおみたいな、あーいーうーりりーっていうあいうえおですね、日本語の五十音っていうのはサンスクリットから来ているので、おそらくサンスクリットが分かる人、つまり簡単に言うとお坊さんが作ったものなんだろうなという話ですね。あとはそのイロハ歌っていうのも
色は匂えど塵塗るを、まさしくその仏教の教理ですね、がこう歌われているものなので、まあ弘法大師が作ったというふうに言われていて、まあ、実際は違うんでしょうけれどもね。で、高野山ではですね、そのいろは歌がね、毎日お昼かな流れるんですよね。でもちょっとそのメロディーが暗くてね、もうちょっと明るいメロディーにしてよって思いましたね。そうなんですね。なんか豆知識でしたけど、意外と嘘を言ってることもあるので、あんまり信用しないでね。ゴータマさん、仏教はゴータマシッタッタの教えを聞くべきか、宗派の教えを聞くべきか。何何？仏教はゴータマシッタッタの教えを聞くべきか、宗派の教えを聞くべきか。それは私に対してその問答を仕掛けてるんですが いや、それはね、その人によるんじゃないの？やっぱりそのゴータマシッタッタの教えは結局今直接聞けないわけだしね。それを結局そうですね、いわゆる待機説法という言い方で、そのそれぞれその人に応じて教えは説かれるべきだと思いますね。同じ病ではないので、みんな個性があるしね。続き あまり私そういうお説法するほど偉くございませんので、これ読んでいきます。なので、そのそれぞれの教えそのものにですね、テキストに語らせようと思います。そこからその読み取っていければと思うんですね。応病予約、そうですね、全くその通りです。さて続きいきます。どこだっけ。この「字」というのは大日経に説く五十字文と百字輪等で、法曼荼羅にあたる。法曼荼羅は諸尊の諸々の尊の主事真言等の出世間の言語文字をはじめ、世間の音情文字等を言う。次に陰、ムドラとはサンマヤ曼荼羅にあたる。陰は陰影で内証の徳を表示する。まあ悟りですね。陰に主因と原因とがある。主因と原因違うものなんだ、なんて今更ながら知ったという。主因は知見因、北海上因など諸種の因縁で、種子を指をですね結び合わせて示す因縁である。原因は手に持つところの刀剣、輪法、輪書、隷書ですね。手に刀とかチャクラとか輪っかとかですね。あとは鈴とか杵っていう金剛杵を持っている。そういうものもが原因。主因原因は全て内徳、まあ、悟りを示す表示、象徴であるから、サンマヤマンダラである。サンマヤには本誓、まあ、誓いですね、本誓等の義がある。次に行蔵、まあ、形ですね。行蔵は大曼荼羅である。地水火風空五代からなる仏心であるから、諸尊の行蔵を大曼荼羅という。この三樹の秘密心は各意義が備わり、種々の事業をなす。この意義事業を愚するを勝間曼荼羅という。大日経の三樹秘密心は金剛頂行に説く。四種曼荼羅とその発体は同一である。後祖の今の解釈によれば、勝間曼荼羅は別体がないように見える。故に古来勝間曼荼羅の別体有無が問題となっている。雷雨の、建徳章中に勝間は三種に通ずることを表さんがために三人と説き、勝間の別体を示さんと欲して四万と説く。と釈するように、実は会合の相違である。開けば別体がある。四種曼荼羅の義並びに後祖の苦結によれば、四種曼荼羅は一一の曼荼羅に、各他の三曼荼羅を愚するという。これを覚悟の四万、胴体の四万、即の四万ともいう。
これに対して四万角別体を見るに別体の四万理の四万という本書は、理の四万を詳しく述べている。四万の測理は、両両相まって実技を示し、両者に先人の別はない。さあ戻ります。原文。もし金剛長行の説によらば、四種曼荼羅とは、一には大曼荼羅、いわく一一の仏菩薩の総合の師なり、またその行蔵を再会するを大曼荼羅と名付く。また五層をもって本尊の湯河を上ずるなり、また大智印と名付く。二つには三摩耶曼荼羅、すなわち諸事の表示、刀剣、輪房、金剛、蓮華等の類、これなり。もしその像を餌餓するも、またこれなり。また二種をもって和合して金剛箔を発祥して印を上ずる、これなり。また三摩耶智印と名付く。三つには宝曼荼羅、本尊の主事真言なり。もしその主事の字を書く本人に書く、これなり。また発心の三摩字および一切の開教の門義等、皆これなり。また発智印と名付く。四つには勝間曼荼羅、すなわち諸仏、菩薩等の種々の異義事業、もしは中、もしは熱等もまたこれなり。また勝間智印と名付く。現代語訳。もし今後、ゴートムさん、将来は高野山大学に入って真言宗を学ぼうかな。そうなんだ。それもまた可ではないですか。まあその時まで高野山大学あればだね。なんかそろそろ危ないらしいからね。まあなくならないといいですけどね。まあでもそうですね、やはり伝統的には 仏教、そうですね、東大とか、あとは東北大なんかも悪くはないと思いますよ。ただやっぱりその高野山大学の学内に道場があるのでね、それは非常にいいところなんだけど、その道場はまだ閉鎖されてないのかなっていう問題とかありますけどね。さてさて、続き。ゴータマさん、僧侶学科は必要なものとかありますか？それは大学に聞いた方がいいと思います。続き。第一に大曼荼羅である。四種の曼荼羅、金剛長行に説く四種の曼荼羅ですが、第一に大曼荼羅である。一一の仏菩薩の姿形を備えた身体である。またその行蔵を彩りして描いたものを大曼荼羅と名付ける。また五層の漢方をもって金剛界の本尊たる大日如来を体得することである。また大いなる仏の知恵を象徴する印と名付ける。第二に三摩耶曼荼羅である。すなわち諸尊が所持している目印、刀剣、刀ですね、輪法、チャクラですね、金剛杵ですね、それから蓮華などの類がこれである。もしそれらの形を描いたものがあれば、それもまた三摩耶曼荼羅である。また両手を合わせ、おのおの指を組み合わせた印影から、さまざまな印影を作り出すのがこれである。また象徴的に表現された仏の知恵を象徴する印と名付ける。第三に宝曼荼羅である。本尊を象徴的に示す梵字と秘密の極である。もしその梵字をそれぞれ諸尊に相当する位置に書いたものがあれば、それが宝曼荼羅である。また宇宙の真理を身体とする仏の法体、法の体ですね、そのものおよびすべての経典の表現と内容など、皆宝曼荼羅である。また教えとして表された仏知、仏の知恵の印と名付ける。第四に勝間曼荼羅である。もろもろの仏菩薩などのさまざまな活動動作がこれであり、またそれを鋳造しこねて作ったものなども勝間曼荼羅である。また活動として表された仏知の印と名付ける。
以上ですね。それでは、トガの役。もし金剛長教の説によると、シシュマンダラとは、一つには大マンダラである、すなわち一つ一つの仏菩薩の総合、まあ、顔形ですね。これを具足せる身が真実のそれである。またその経像を彩画したるものを図絵のマンダラと名付ける。また行者の官業について言えば、五層常人観をもって心内に描く、心象としての本尊と合一する心静めの妙観がそれである。また秘密の体験の地によりて、因縁せる真実の世界が曼荼羅なるがゆえに、この大曼荼羅を大地の因縁、すなわち大地因とも言うのである。二つには、印の曼荼羅にして、仏の所持する心の印としての刀剣、まあ、刀、それから輪法、チャクラ、それから金剛杵、バジラですね、蓮華などの類がそれである。もしくはその表示の形を書いたものがまたそれである。さらに真言行者の官業について言えば、二子をもって和合せる金剛幕の陰もより発生し成立する主陰、ハスタムドラがそれである。またそれが心の印に関する体験の地より因縁せるものなるがゆえに、これをサンマヤ地陰とも言うのである。三つには、祝詞の曼荼羅にして、本尊の主旨真言のこと、主旨真言のことである。もしくはその主旨の字をおのおのに図絵の曼荼羅における諸尊の本尊に、諸したるものがそれである。またこれを勧行について言えば、発心の仏の心まとめの妙観とか、ありとあらゆる見教えの文義などがいずれもそれである。ちょっと曼荼羅がね、うちの曼荼羅さんはあんまりこう写真とかに撮らないのでね、あれですけどね、なんかないかな曼荼羅っぽいものが。まあ、曼荼羅っぽいって言ったらこれしかないのでごめんなさい。発音がいいですね、ゴータマさん、ありがとうございます。そうかな、頑張ってじゃあ発音していきます。次にですね、またこれが凶暴に関する体験の地より因縁せるものなるがゆえに、これを法地因とも言うのである。四つには、技の曼荼羅、技の曼荼羅、技、まあいいや、技の曼荼羅にして、諸々の仏菩薩のくさぐさの振る舞い、仕業がすなわちそれである。もしくはこれを鋳造し、捏造、捏造って、あの別にあのなんか捏造って悪い意味に使われてますけど、そうじゃなくて、あの何でしょう、鋳造するようなやつとか、あのまあ立体的なものですね、鋳造して、あの鋳造をしたり、あの木で彫ったりとかね、いろいろな方法がありますよね。その立体の仏像などがそれである。またこれが技、すなわちサンスクリットカルマに関する体験の地より因縁するものなるがゆえに、これを勝間地因とも名付けるのである。さて、小田先生、ま、直子さん、こんばんは。曼荼羅のジグソーパズル持ってます。マジですか？お、すごいじゃないですか。作ったのそれ、自分で？すごいなあ。そういえばね、オイラもね、曼荼羅のパズルがね、アメリカで買ってきたことがあるな。なぜアメリカみたいな。さて、赤文字がついていますが、皆様からのお布施によって、このまま、延長させていただきます。ありがとうございます。あ、
購入されたんですね、直子さん。今度それできたらアップしてください。ぜひ私も拝みたいと思います。タッキーさん、ご利益ありそうですね。そうですね。なんかこれを作ってる時は、これ修行かと思いながら作ってました。 でも結構細かい作業好きなんで、プラモデルとかすごい得意ですよ。いかんいかん。さて、続きでございます。この一段は金剛杵業の説によって四種曼荼羅、四種智印の妙義を説く。金剛杵業というふうに今言っていますが、しかしこれは金剛杵業18手、金剛杵業というのは18の場所で説かれている18の経なんですけれども、その特定の一つの経典の中にこれが書いてあるわけではないです。なんか怪しくなってきましたが、四種曼荼羅というこの名前はですね、4種類の曼荼羅っていうのが何に出てくるか、経王経、これは普通に金剛杵業と言ってるやつですね、立種者経等にあり、四智印の名前は、他にもいろいろあるわけですが、さて、それでは、この意味ですね。金剛杵業の初経に四種曼荼羅を説く第一の大曼荼羅、大きい曼荼羅ですね。大曼荼羅とは五代の色相合からなる仏菩薩等の人体およびこれらの信心、本当の体と書きますが、本学の尊、元から悟っている尊の行蔵を彩色して書いたものを言う。また行者の勧行について言えば、五層上人の漢方を凝らして湯河の三昧に入るとき、その諸観の尊、すなわち宗賢四覚の尊をも大曼荼羅と名付ける。行者が知観知恵の感想を持って会見し、因縁した大曼荼羅であるから第一因という。第二のサンマヤ曼荼羅とは、刀剣、輪法、金剛、蓮華等の持物を言う。諸尊の諸事物は、それぞれの尊の内証本是、悟りや誓いの印であるから、これをその尊のサンマヤ行という。またこの三摩耶経を書いたものも三摩耶曼荼羅である。さらに行者が主観行房の際に二種を和合して金剛箱を作り、これを陰母として主樹の、陰母っていうのは陰のお母さんっていう意味なんですけども、いろいろこうお坊さんが手で陰を結んでるのって、見たことはないかもしれないけど知ってると思うんですけど、それってデタラメに結んでるんじゃなくて、陰のお母さんがあって、だいたい大きく分けて、6種類、でもここでは2種類って書いてあるけども、2種類あって、その2種類からこうバリエーションでこう生まれてくるんですね。なのでその一番もともとの形を陰のお母さん、陰母っていうんですよ。それで、これを陰母として主樹の陰影を結べば、これらの諸陰影をもまた三摩耶曼荼羅という。手に結ぶ陰影は刀剣蓮華等の原因と同じく、その尊の内証本是、悟りを示すから三摩耶の義がある。主陰は、手の陰は行者不二の知恵の上に陰現する三摩耶行であるから、これを三摩耶智陰とも名付ける。第三の法曼荼羅とは、本尊の御口から出る種子真言を言う。この種子真言を曼荼羅におけるそれぞれの尊の本在に書いたものもまた法曼荼羅である。さらに行者の宗観の対境となる、37尊対境っていうと、今ね、お母さんがお腹に赤ちゃんがいるお母さんがする対境みたいだけど、そうじゃなくてですね、対策の対に境地の境ですね。37尊等の発心の三摩寺内省や顕密の一切の、芸経の中の門に等もことごとく法曼荼羅である。要するに文字ってことですね。文字、こう教えそのものを理解するときに、
理解したり、こう我々がつかみ取るときにですね、文字という形になって我々の目に触れることもあれば、音となって耳に触れることもあるし、あるいはその象徴という形で目に触れて、知られるときもあるし、あるいは心に直接入ってくるときもあるし、いろいろなこう触れ方があるというふうに私は受け取っております。さて続きですね。このですね、行者が習慣により不二の知恵から因縁する、現れ出る法曼荼羅は法智印とも名付ける。第四の勝間曼荼羅は諸尊の行住坐陀等の種々の異義事号を言う。また金属を射て作り、木材石材を彫刻し、あるいは土を熱して、こねて作った塑像の仏像等の上に現れる草稿異義事号をも勝間曼荼羅という。また諸尊の異義事号は行者不二の知恵の勧業となるから勝間智印とも名付ける。勝間曼荼羅は第三法三樹の曼荼羅を体として、その上の異義事号を指すとすれば、勝間曼荼羅は別体がないように見えるが、先にも説明したごとく別体の存在も認めるのである。金剛界五部の中の勝間部の諸尊は別体の勝間曼荼羅である。この部の尊の異義事号は世の支部に異なっている。教祖の今の釈は多分に従えて、教祖偶祖と読みますけれども、共通する部分のみを説いたものであると。勝間曼荼羅の異義事号と三密雄大の豪遊との区別はどうかというと、勝間の異義事号は第三法の三樹の体に即する雄で、三密の豪遊は体を離れた上の活動である。前者は潜在的、後者は顕在的である。仏像にはいろいろあるが、青、黄色、赤、白、黒の五代の色をもって彩画した仏像は大曼荼羅とし、木像、石像、鋳造、塑造等の仏像は勝間曼荼羅とする。画像は五代の色が顕著であるから宝曼荼羅とし、仏像等は五色よりも宝円等の活動的な形態が特に目立つから勝間曼荼羅とするのである。勝間曼荼羅ってだから、当時のね、金堂なんかが有名なんですよね。当時の金堂の絵がね、出るんじゃないかな。ちょっと待ってね。確かあったと思うから出してみるね。こんなやつがこういろんな並び方をしててですね、ちょっとこれはあれですけれども、平泉なんかも結構こういい感じに並んでるんですよね。こう並べ方に意味があってですね、いろいろ工夫して並べてますね。さて、それでは次のところに進みます。原文、核のごとくの四種曼荼羅四種智印、その数無量なり、一一の量虚空に同じ。彼はこれを離れず、これは彼を離れず、なおし空空の無碍にして逆らえざるが如し。現代語訳、このような四種類の曼荼羅、あるいは4種類の仏知の印は、その数が計り知れない。一つ一つの量は虚空に同じである。そしてそれらが互いに関連し合い、彼はこれを離れず、これは彼を離れないという状態は、まるで空間と灯火の光とが妨げ合うこともなく、逆らい合うこともないようなものである。なるほどね。
もうちょっとか、原文ゆえに四種万だ各不利という不利はすなわちこれ即の義なり。現代語訳だから四種万、四種類の曼荼羅それぞれは真実の相を姿をですね表してそのままに離れることがないというのである。離れることがないというのはすなわち即、即心成仏の即という意味なのである、それでは戸賀能先生の解説いきます。核のごとき四種類の曼荼羅もしくは四種地印はその数計られぬほど多くして一つ一つの傘は虚空に等しく、しかもそれぞれが互いに関連をして、彼はこれを離れず、これは彼を離れざること、あたかも虚空と灯火との無下にして逆らわないがごとくである。ゆえに下樹は四種の曼荼羅はおのおのに離れずというのであるが、ここにいわゆる離れずとはすなわちそのままという意味にあたるのである、それでは小田実習先生。四種曼荼羅、四種地印、おのおの四種曼荼羅を愚して相離れず互いに融通承入し無下自在であることを説き、下門の各不利の三字の意義を釈している。解説、紙に説明した四種曼荼羅、四種地印は四種類に限ったわけではなく、四種におのおの四種を愚し、その数は無量無数である。そしてこの無量の曼荼羅がおのおの北海に変じて、その数量は虚空に同じ。仏の四曼と衆生の四曼、四つの曼荼羅とはその体は別体であるが、しかもそれらが非し互いに融通無下して相離れない。例えば虚空と三心の光明とがその小無下で離れず、しかも虚空と光明とその体は混同しないがごとくである。紙に四種曼荼羅と各不利等を別々に解釈し説明をしたので、今それを下樹の第二句に合わせたのである。この文は呪文の各不利の句が即心成仏の即の意味にあたることを表すと、というわけで2句目まで説明が終わったんですね。六代無下にして常に湯がなり、四種曼荼羅おのおの離れず、ここまでが終わったので次の三密家事すれば即室に現る、ここをやっていきますか。ちょっとここがもしかして長いかな。じゃあここまでをですね、一旦まとめて読みますか。それでは緩和対象実感上で素読まとめて読んでいきます。原文、核のごとくの六代崩壊対象症状の真な無償無下にして互いに承入相応し、常住不変にして同じく実際に住せり、彼がゆえに樹に六代無下常湯がという無下と一派承入自在の義なり、常と一派不動不恵等の義なり、
湯葉と一葉本じて相応と言う。相応承入はすなわちこれ即の義なり。私ここ読みましたかね。シシュマンダ各不利と一葉大日経にとかく一切如来に三樹の秘密心なり、いわく寺院行蔵なり、寺と一派法曼荼羅なり、院と一派いわく種樹の表示すなわち三摩耶曼荼羅なり、行と一派総合具足の心すなわち大曼荼羅なり、この三樹の心におのおの異議事業を具するをこれ勝間曼荼羅と名付く。これ四種曼荼羅なり、もし金剛長行の説によらば、四種曼荼羅と一派一つには大曼荼羅、いわく一一の仏菩薩の総合の心なり、またその行蔵を再会するを大曼荼羅と名付く。また五層をもって本尊の湯河を成ずるなり、また第一院と名付く。二つには三摩耶曼荼羅、すなわち諸事の表示、刀剣、輪房、金剛、蓮華等の類これなり、もしその像を会するまたこれなり、また西をもっては合して金剛箔を発祥じて印を成ずるこれなり、また三摩耶智印と名付く。密には法曼荼羅本尊の主事これ、主事真言なり、もしその主事の字をおのおの本意に書くこれなり、また発心の三摩地および一切の海峡の門に等を皆これなり、また発地印と名付く。四つには勝間曼荼羅すなわち諸仏菩薩等の種々の異議の事業、異議事業、もしは中、もしは熱等またこれなり、また勝間地印と名付く。格のごとくの四種曼荼羅、四種地印、その数無量なり。一一の量虚空に同じ、彼はこれを離れず、これは彼を離れず、なおし空港の無下にして逆らえざるがごとし、彼がゆえに四種曼荼羅各不利という。不利はすなわちこれ即の義なり。ここまでですね、金岡先生で。じゃあザクッといきます。以上述べてきたように、真実世界の本体である六大によって成り立っている身体は、自分と他人というように表面的には区別されていても、その本質は同じですから、皮脂の違いを、彼とこれの違いを超えて差し障りも妨げもなく互いに溶け合い入り合って相応一致し、常に変わりなくこの活動変化の姿のままにあり続けています。ですから十二六大無下上湯河というのです。無下とは互いに自由に溶け合い入り合う、承入自在という意味である。上常とは動かしがたく壊れない、不動不衛という意味です。湯河は、湯河とは翻訳をすると相応と言います。相応承入は六大のもともとのありさまですから、六大によって成り立っている衆生の身体と発心大日如来の身体とは互いに相応承入しているのです。それが好みこのままの成仏という時のこのまま即の意味です。第四節、四種曼荼羅各不利即身成仏思想の象徴論。ゴータマさん、帝釈天が欲しい。そうなんだ、帝釈天。まあ可愛いよね、確かに。象に乗ってるやつだよね、イケメンよね。私 の、 同級生に顔がそっくりの人いたな。続き、
これまで即身成仏偈の第一句、六大無礙乗遊我について解説してきましたが、次に第二句、四種曼陀、各不離について説明をいたします。四種曼陀おのおの離れずという句については、大日経に次のように説かれています。すべての法身、大日如来の現れ方に深い意味を持つ真実の姿が3種類ある。それは文字と印と行蔵とであると。以上、牧野録説本尊三昧本、本尊三昧本第28。この経文の中の字とは、字秘密心、すなわち文字で表された法身を指し、字秘密心だけで構成された曼荼羅である法曼荼羅を意味します。印とは仏の悟りを象徴する品物、すなわち三昧行を指し、そうした品々だけで構成された三昧曼荼羅を意味します。行、形とは総合、要望の備わった行蔵を指し、その行蔵だけで構成されている大曼荼羅を意味します。この字、印、行にはそれぞれに動作と働きがありますので、この動作、働きの姿を示した曼荼羅を活和曼荼羅と名付けます。これが四種曼荼羅の内容です。ゴータマさん、帝釈天に似てるって、帝釈天っていうかですね、ここの当時の帝釈天に似てるんですよ。だから多分この平安時代に生まれたらイケメンだったと思うんですけど、まあちょっと微妙かもしれませんね。タキーさん、神々しいご友人ですね。そうですね、神々しいというか、役者さんをやっています。 さて、続き。また、あるいは金剛杵の諸経典に説かれていることによると、四種曼荼羅とは、お、赤下さん、こんばんは。第一には大曼荼羅を挙げます。これはそれぞれの仏、菩薩たちの総合、要望の備わった身体、ですと。また、その容姿の彩りを絵に描いたものも大曼荼羅と名付けます。また、真言の教えを身体に収め行って、成仏を目指す行者が五祖成人観という、大日如来の5つの層を行者の身体に成就させる漢方を成し遂げ、大日如来を実現した場合のその仏心も大曼荼羅と言い、行者の地をもってその正真に記し表した仏心であることから大智印と名付けます。第二に様や曼荼羅を挙げます。これはすなわち仏、菩薩が所持されている、持っている、手に持っている刀や剣、法を広めるときに先触れとなり、すべての障害を打ち砕く宝の車輪、輪法というやつですね、チャクラ。何でも思いのままになる宝の玉、法珠ですね、如意法珠。煩悩を打ち砕き、法を実現する心を表すインドの古代の武器、金剛杵ですね。それから蓮華などの類の、仏菩薩の悟りのうちを表示象徴する品物を指し、これらを絵に描いたものをまた三昧曼荼羅と言います。はい、ゴータマさん、その友達はいつも手に徳古書持ってるんですか？いやー、それは残念ながら持ってないんですけれども、その人お坊さんじゃないのでね、残念ながら持ってないですね。お坊さんになればよかったのにね。ちなみに全然関係ないですけど、私の五個書、私はね、普段は三個書と五個書を持ってますかね。五個書は特注で作らせましたね。どんな感じかというと、あったかな。こんな感じ。出るかな。恥ずかしがって出てくれないかも。
反応しない。なんかね、写真を選択しても、出ましたね。これがうちの、5個所ですかね。羨ましい大人っていいな、いつも持ち歩きたいです。いや、いつも持ち歩いてたらちょっと変な人だと思うけど。 そうですね。一応うち、私は手法に使ってる5個所が2種類と、あとは何て言うんでしょう、安置してる5箇所が1つ、1、あと友人の預かり物の5箇所があって、なぜかうちには4体ありますね。で、この一番手前のやつは、これはダミーのやつですかね。でもこれすごいでしょ、合体するやつなんですよ。合体する、こう組み合わせて、こう、なんか合体するものって楽しいですよね。なんのこっちゃ。いかん、続きいきます。時間押してきましたので、巻いて巻いて。これが古代の武器の金剛杵、蓮華などの類の仏菩薩、悟りのうちを表示、象徴する品物を指し、これらを絵に描いたものもまた三枚曼荼羅と言います。また左右の手を合わせ、五本の指をですね、交互に組む金剛縛という形を基本として、それから種々の因を結び出す場合も、その因縁は仏、菩薩の悟りそのものを表し、種々の共同感化の誓いを表すものですので、これを三昧曼荼羅と言い、これも行者の地位を持って実現をした三昧行であることから、三昧地印と名付けます。第三には宝曼荼羅をあげます。大日如来の直接説法の言葉である種子真言を宝曼荼羅と言い、これを梵字で曼荼羅上の諸仏の正しい位置に書き表したものも宝曼荼羅です。また行者の修行の対象となる諸々の仏菩薩の最も深い心の統一境地、も、すべての経典の内容も宝曼荼羅と言い、行者の地をもって法を実現するところから法地印とも名付けます。第4には勝間曼荼羅をあげます。すなわち諸々の仏菩薩の行住座我や座我の動作や働きを言います。また、金属を射たり、土をこねたり、木石を彫刻したりして、仏の姿を表した場合、これも勝間曼荼羅と言い、行者の地をもって実現するところから勝間地印と名付けます。このような四種曼荼羅と四種地印とは、法身のさまざまな姿ですから、4種類に分類をしていても数は数えきれないほど多数で、その一つ一つの分量は限りなく広がる虚空のように、限界を決めて測ることができません。四種曼荼羅の表現の一つ一つがそれぞれ法身のすべてを込めているので、それらは互いに個であり、全体でもあり、彼とこれとは深く関わり合っています。それは例えば、空中に無数の光が差しているときに、互いに妨げ合わずに溶け合い、大きな輝きの中で逆らい合うことがないようなものです。ですから四種曼荼羅、おのおの離れずというのです。離れずとは、儒の言葉で言えば即身成仏の即の意味するところです。以上。結構大きいんですか？いや、それほど大きくもないですね。あまり大きいと肩凝ってしまうので、ほどほどの大きさでございます。一応霧がいいところまで来ましたので、一旦ちょっと休憩を取らせていただいて、さらに先に進みたいと思います。なるべく早くこれ終わらせてですね、どん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 残り読んでいきたいと思います。一旦切りますね。ごめんなさい。すぐ始めますね。
ナムダシ返上今後、ナムダシ返上今後、ナムダシ返上今後。